94式水際地雷布設装置94式水際地雷布設装置は陸上自衛隊が保有している水際地雷の布設装置である。陸上自衛隊は敵の着上陸進行阻止を防衛ドクトリンの骨子の一つとしており、それに対応して海岸線の水際に上陸部隊阻止用の地雷原を迅速に構築するために開発された。 開発は防衛上技術研究本部において九百八十七年度から水際地雷、時九百八十九年度から布施装置の部内研究が開始され、九百九十四年度に正式採用された。二千十一年の東日本大震災においては、布施装置を取り外した水陸両用車の荷台にダイバーを乗せ、福島県相馬市の相馬港周辺沿岸における、 行方不明者の捜索に使用された。調達価格は約5億円。2005年度で調達は終了している。東部方面隊を除く施設団励化に直轄、または施設軍の励化及び施設共同体励化に配備されている。付設装置と装置を搭載する水陸両用車により構成される。付設装置を搭載する車両は水陸両用車で停滞構造をしており、 陸上走行のみならず、水上構想も可能である。陸上走行時は、車腹制限により、側面フロートを車体上に折りたたんでいるが、水上構想時は航行灯などの機器を装備し、車体側面にフロートを展開、車体高下部のプロペラ2機を用いて、最高6ノットで移動する。導入当初、法的には、運転に際し、車両操縦免許のほか、 小型船舶操縦士免許も必要としている。フロート展開により二台部が確保され、そこに水際地雷及び不設用機器をセット、車体後部より水際地雷を投下する。投下機場は上下2段4条の計8条あり、毎時72個が不設される。位置計測には電波工法を用いており、2001年からは、 測定装置を GPS に置き換えた94式、水際地雷布設装置が調達されている。布設するものは94式水際地雷である。地雷との名称が付けられているものの、旋回に布設することから正確には、退上陸用、修定用の機雷である。軽流式と沈定式の2種類があり、沈定式の1型は直径0.245メートル、重量40キログラムで、 円盤型、軽流式の2型は、全長0.65メートル、重量45キログラムの円柱型である。付設間隔は30メートル以上離すこととされ、また、2型は、水深3メートル以上のエリアに付設される。振動及び、磁気振感であり、感度や作動までの感知回数が設定可能のほか、一定時間経過後は無力化がなされる。このほか、 94式水際地雷ヘリコプター用、布設装置も調達されており、空中から水際地雷の布設も可能である。また、水陸両用車の陸上から水中への受水時、また水上から陸上へ上陸する際に砂浜を通過するときに、車輪が砂に埋まって行動不能になることを防ぐため、軽金属製の道路マットが用意されており、装備部隊には道路マットの運搬、 不設装置を搭載した73式大型トラックが配備されている。なお、2017年の自衛隊法改正にて、船舶法などの適用除外を定めた第109条、第110条が改正された。これによると、陸上自衛隊の使用する船舶が、船舶法、小型船舶の登録等に関する法律の対象外となり、逃装置及びアブ7ナ,ナを含む、 水陸両用車両が船舶でなく車両として扱われるようになった。またこれに乗船して操縦に従事する隊員が船舶職員及び小型船舶操縦者法の対象外となり操縦の際の船舶免許が不要となった。ありがとうございます。